金の標本、アイダホスプリングスの南西、ラマータイン地区のディキシー鉱山採掘、大きさは 1.8x0.9x0.2 センチメートル、クリアクリーク群は、アメリカ合衆国コロラド州の中央部北に位置する群である。2010年国勢調査で、の人口は9088人であり、2000年の9322人から2.5%減少した。 軍庁所在地はジョージタウンであり、同軍で人口最大の町はアイダホスプリングスである。クリアクリーク軍はロッキー山脈の中にあるが、デンバーオーロラブルームフィールド大都市圏及びデンバーオーロラボルダー広域都市圏に属している。クリアクリーク軍は1861年11月1日にコロラド巡州によって創設された最初の17軍の一つである。 ギルピン軍と共に創設当時の領域が変わっていないことでは二つしかない軍の一つである。軍名は大陸分水海から下って軍内を流れるクリアクリークにちなんで名付けられた。当初の軍庁所在地はアイダホスプリングスだったが、1867年に現在のジョージタウンに移された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 群域全面積は396.46平方マイルであり、この内陸地は1024.2平方マイル、水域は1.01平方マイルで、水域率は0.25%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クリアクリーク群の地形、緑は国有林など、赤い線は、週間高速道路75線上自タウンループの絵葉書。 ありがとうございます。